こんにちは。本日は豆将軍の作り方のご紹介です。作業工程が多いので根気よく取り組む必要がありますが、少しずつ丁寧に進めていけば必ず同じ豆将軍が誕生しますので、完成するまでの様子をご視聴いただいた上で決意を持ってトライしていただければと思います。なお、生活語 .com にてその他の作品も含め材料及び解説付きの平面図を掲載してございますので、そちらもぜひご活用ください。まず、使用する材料の中でお伝えしたいことをいくつか申し上げます。2色の色糸は手持ちの糸から色を優先して選んだものですので、糸の種類も太さも異なっています。皆様もお手持ちの糸の中からお好きなものを選んでお使いになってください。兜の飾りに使うキャップは必ずしも同じものが手に入るとは限りませんので、似たものをご用意ください。あと、頭と体をつなげるティーピンを紹介し忘れてしまいましたので、その点はご了承ください。最初に肩の部分につける大袖というパーツを2枚作ります。糸の先端に糊をつけて平らにしてからビーズ針に通します。黒10個のビーズを通し、最初の2個に針を戻し2段に仕立てます。さらに黒と茶色のビーズを同じように2段に仕立て、それぞれの輪を合わせて4段に仕立てます。中央のビーズを避けて糸を通しているのは後から手に装着するためです。先ほど手を通す位置としてビーズの外側を通した糸が見えていますが、その反対側の面を向けてから縦の列を整えるようにしてください。全部の列ではなくて、5列のうちの2列を整えれば必然的に両端に糸が見えるような感じになりますので、これで十分かと思います。ここでは糸始末のついでに再び手に通す部分を避けて糸を通しましたので、上の段から2段目にかけてさらに糸を一周させることになりました。ここも結果的にビーズの中に何回も糸が通ることになってしまいましたので、果たしてこれで良かったかなとちょっと思うところもあります。糸をビーズの中に始末するときは、糊のついた部分が必ずビーズの中に収まるように気をつけてください。次は大袖に違う色の糸で装飾を施します。上下のビーズを8の字を書くようにすくいます。この一手間で鎧の雰囲気がさらに大きな感じで、めんどくさいとは思いますけれども、いろいろな色の糸でお試しになってみてください。モスグリーンとか藍色も素敵かもしれません。それにおいても手作りをする上でめんどくさいなどという言葉はご法度ですよね。私が面倒くさがり屋だというのことがちょっとバレてしまいました。テグスの先端をヤットコなどで平らにしてビーズ針に通します。8ミリビーズを芯にしてビーズを巻きつけながら頭を作っていきます。1列目を通したら、通し始めのテグスを絡めて結び固定します。囲む上で一番重要なのはテグスが緩まないようにすることです。囲み進めていくときに直前の列を指で押さえて緩めを防ぐようにしてください。顔の正面です。こちらでは、額の部分ですかね、このラインがこうバタバタとしてしまいますと、綺麗に見えませんので、隣のビーズのに絡めながらこう横の列の段が整うようにしてください。そしてですね、ここでは上下のビーズを共有する形になります。どうしても丸いものを囲んでいく上で、
平均的にビーズを配置するとどこかこう歪みが出てしまいますので、それを防止する意味もあります。頭を囲み終えました。つぶらな瞳と膨張したほっぺが可愛いです。兜の飾りを用意します。ビーズの上下を装飾するために使うキャップという金具ですけれども、こちらのキャップを兜の前立てに使用します。小さいものなどで2箇所ぐらいで大丈夫かなと思ったんですけれども、なんとなくグラグラしましたので4箇所留めることにしました。テグスを通す具体的な順番は省かせていただきますが、あえて説明を差し上げるとしたら、金具のホールを中心に放射状にテグスが通っている感じです。金具を留め終えたらテグスを頭の下に引き出し、通し始めのテグスとしっかり結びます。次は兜の首を守るしころという部分を作り出します。作り出す部分は長さでいうとビーズ3つ分になります。このしころは注ぎ針になりますので、少し多めに出さなければなりません。そのためビーズの配置が変則的になりますので、間違わないように気をつけてください。引き返しという兜の両脇にあるパーツを作り出します。この引き返しは刀を振り下ろされた時に顔を守るためのものだったそうです。引き返しは4個のビーズ2列で表現します。この状態ではこの2列はバラバラですので、糸をジグザグに通してバラつきを整えます。次は兜の下に突き足した部分を整える作業です。一番上の段に糸をジグザグに通しながら往復させます。この画面は引き返しているところです。引き返し終わったところでは一番下まで針を通さず、隣の列の一番下へ針を進めます。このままジグザグに針を通しますが、ここで注意していただきたいのは、この段では往復せずそのまま反対側の吹き返しを作る作業へ進むということです。しころ部分の形が整いましたので、大袖と同様ビーズの糸で装飾を施します。ビーズの下の部分をスタート地点として、隣の列の上から下、隣の列の上から下という風に針を進めていきます。
き返すときは逆方向にクロスを書くようにします。すべての作業が終えたら余分な糸を頭の上部に引き出しておきます。テグスは針を使って引き出しておいてください。この時使用する針はビーズ針でなくても構いません。ビーズ針は穴が細くてちょっと扱いづらいところがありますので、こういう糸始末をする時は針穴の大きい、縫い針ですとかそういったものをお使いになってくれば良いかと思います。6ミリラウンドビーズで体を作ります。頭の時と同様、1列目を囲んだら通し始めのテグスとしっかり結んで固定します。鎧の胸の部分に菊座をセットするのですが、この菊座が浮いてしまいがちなので、しっかり手繰り寄せてから手前のビーズに絡めてください。この菊座はビーズの上に重なるような形になります。菊座をセットしたらそのまま胴のビーズを通し足へ進みます。ズボンというかももの部分は太くしたいので座上は2列に仕立てます。黒のビーズ柄が膝下で、茶色のビーズは履物の部分になります。足先を作った後に膝下、ももの部分へ針を戻していくところです。足を作り終えたら、テグスを芯に戻し、引き続き胴を囲んでいきます。体を囲み終えたので、引き続き手を作り出します。この手を作り出すときに、先に作った大袖をセットします。手のビーズを通したら、先端を除いた残りのビーズに針を戻します。戻すときは、テグスにたるみが出ないようにしっかり引き締めます。反対側の手も作り終えたら、テグスを体の下に引き出し、通し始めのテグスとしっかり結びます。結んだテグスは通常継ぎ目と反対側に引き出して始末することが多いんですけれども、今回は両足にそれぞれのテグスを引き込んで始末します。体の茶色いビーズのラインの下に、頭のしころ同様赤い糸で草釣りというパーツを作り出します。草釣りは3列で1枚とし、体の前後両脇と全部で4枚になります。 4枚ということは全部で3列の4枚と12列ということになるんですけれども、実際に体のを囲んだビーズの列は10列なので、2列ちょっと不足することになりますので、2箇所ほど同じビーズを使用しなければなりません。対象になる列を選んで増やし目をしてください。4枚の草取りを作り終えましたので、大袖やしころの時と同様、糸をジグザグに往復させながら列のばらつきを整えます。と
この画面を見ても分かりますように、針をたまに手放さないと糸がこうよれてきて、でも作業がしづらくなるので、またそこのところをちょっと忘れて私も作業している様子が動画に残っているわけですけれども、皆様はそれを心がけるようにしてください。草取り4枚を作り終えたら、赤い糸の通し始めの位置に針を戻してしっかり結んでカットします。大袖とシコロ同様、ベージュの糸で装飾を施します。作業工程が多くて大変なんですけれども、これさえ済めばあとは頭と体をつなげるだけですので、頑張りましょう。と頑張ったおかげでいよいよ仕上げです。Tピンで体と頭をつなげます。頭と体の間には、ベージュのビーズを一つ、首に当たる部分なんですけども、それを足していただいて、兜の上の飾りになる菊座をセットします。この菊座の中に、菊座の端や始末した糸端を隠すようにしてください。ということで、たくさんの作業工程を経て、豆将軍が完成いたしました。少々根気と粘り強さが必要かと思いますが、最初に申し上げました通り、少しずつ丁寧に進めていけば、必ず完成にこぎつけることができると思います。今までにもビーズ作業をして手が慣れている視聴者様などに、ぜひトライしていただければと思います。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録もお願いいたします。グッドボタン、コメントもお待ちしております。それでは次回までごきげんよう。さようなら。